ましたということで、皆さんこんにちは。どうも、ゆうすけです。ということでね、今日は皆さんと一緒に30分間こう楽しくハッピーに汗をかいていけたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いしますということでね、今回はね、初心者向けということなので、まあ、難しいことはせずにしっかりリズムをとってステップを何個かやって、それを組み合わせてこうリズムに乗るっていうのをね、中心ね、みんなと楽しんでいけたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いしますということで、みんな見てますかということでね、よろしくお願いしますということで、それでは早速ね、始めていきたいと思いますので、みんな一緒にね、楽しんでいきましょう。はい、それではまずダウンという動きをやるんですけども、まあ一番単純にこう説明しますと、リズムに合わせて膝を曲げる、伸ばす、曲げる、伸ばす、曲げる、伸ばすという動きでございまして、これをね、まずリズムでね、やっていって、リズムでやっていきたいと思いますのでね、じゃあ音で一回やってみましょうか、これをね。はい、じゃあ皆さん、はい、軽く頭ぐらいで立っていただいて、これをやって、はい、じゃあ膝を曲げていきますか。はい、どうですか、しっかりリズムで取れてますか。箱が揺れてるよ、俺は。はい、はい、はい、はい。はい、OK でーす。ということでね、大丈夫か、動きましたかということで、それではね、これにね、首と胸をつけていきたいんですけどもね、まず首の動き、首を斜め下に出す。はい、引く。はい、出す。はい、引く。はい、出す。引く。はい、出す。引く。これをリズムに合わせて前に、ドン。ドン。ドンドンドン。はい、じゃあこれをリズムでもやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、いきますよ。はい、せーの、はい、斜め下に出すようにリズムに乗って、はい、 OK です。はい、そしたら今度は胸に行きたいと思いますのでね、胸の動かし方です。はい、胸斜め上に上げます。はい、斜め下に下げます。斜め上、斜め下、斜め上、斜め下、斜め上、斜め下っていう感じでね、音でやっていきますんで、ぜひみんな胸を動かしてみてください。他は動かさず胸だけを意識して、スー、はい、下に、膝と首と胸を同時に、はい、行きたいと思います。音でいきましょう。いこう、はい、せーせーの、はい、はい、首と胸もで、膝、はい、首、胸、膝、この3つをしっかりと動かしてリズムに合わせます。はい、 OK です。それに手をつけていきたいと思います。手、体が下がった時に肘をしっかり曲げます。で、上がった時に伸ばします。はい、落とす、上げる、落とす、上げる、その時に肘をしっかり上げる、落とす、上げる、落とす、上げる、落とす。はい、じゃあ手もつけて今度はダウンをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。いきます。ナイス。で、この時首と胸をしっかり動かして、で、肘もしっかり上げる。はい、OK です。はい、それではね、このダウンができたところで次はコレオに入りたいと思います。まず足からいきます。足は出します。この時に2回ダウン踊ってもう一度戻します。で、今度は反対の足、これは同じく2回ダウンを取って戻します。今度は横に2回で戻します。今度は横に戻します。これを一つの動きとして、前から1、2、3、4、5、6、7、8 1、2、3、4、5、6、7、8。この時にさっきやった首と胸、膝をしっかり曲げてできるように、
はい、まずは手を使わずに足だけいきます。足首胸を意識してやっていきましょう。じゃあ音でーす。今
はい、そうしましたら今度こっちの一足は正面に行きます。はい、ということでね、この四つ角に向かって一歩ずつ歩いていくというこのソロ16ビートでもう一回ゆっくりいきますと、はい、こっち向き、はい、後ろ向き、はい、今度また横向き、はい、今度また横から正面、はい、ちょっと早くいきますよ、せーの、1、2、3、4、はい、できましたでしょうか。できなかった、もう一回いきます、ゆっくりいきましょう、はい、角についたら向きを変え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 、ということでね、はい、それじゃあまずこれをね音でやってみましょう。はい、いきますよ、まず16ビート気にせず足だけ、はい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 、はい、もう一回いきましょう、はい、いきますよ、せーの、はい、むく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 、はい、ということで、じゃあこれ16ビートをつけます、せーの、ドン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 、はい、もう一回、せーの、ドン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 、はい、ということでできましたでしょうか。はい、じゃあこれをつなげていきたいと思いますけども、まずさっきやった動き16ビートのサイドサイド、はい、これが終わりました。そうしましたらもう一回もう一回来ました。ここからさっきの動き、はあ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 、はい、これをつなげていきたいと思います。もう一回ゆっくり来ますと、ワン、ツー、スリー、カード。じゃあサイドに、サイドに、サイドに、サイド、もう一回、はい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 、そうしましたら、今度は、回る、回る、回るということでね、はい、じゃあこの動きをつなげて、ツエイトあります、ツエイトをやっていきたいと思いますので、音をお願いします。はい、もう、ファー、シュー、ツー、ドン、ドン、肩と膝、しっかりに、エンコイ、ドン。はい、ということでもう一回いきましょう。しっかり肩とかかと意識して、手は自由でいいです。はい、まあ、せーの、まずは体でリズムを取る。はい、回ります。はい、OK です。はい、皆様、これでもうなんと38も、はい、38もクリアできましたということでね、ここで一回振りをつなげたいと思います。一番最初の振り、覚えてますか、覚えてますか、覚えてますか、覚えてます。はい、それじゃあゆっくり始めからカウントでいきたいと思います。前に出るところから78、2回、はい、今度は首と胸と膝意識して、はい、このサイドです、2回、はい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 、はい、そしたら今度は16ビート、はい、サイドサイド、はい、もう一度16ビート、はい、回ります、はい、ということで、ね、ここまで大丈夫でしょうかということでね、はい、それでは音でいってみたいと思います。ミュージックカモン、今ファイセッセッ、大きく踏み飛んでしっかり間違えました、時を戻そう、はい、まあ、はい、もう一度、せーの、2回、もう一度、手の横へしっかり踏み飛ぶね、はい、16ビート来ましたよ、サイド、はい、もう一度回ります。はい、いいですね。はい、それではもう一度いきたいと思います。いきましょう、ワン、ツー、ドン、2回、はい、しっかりリズム聞いて、はい、いいね、この最後に、はい、大きく感じて、はい、16ビート、サイド、はい、もう一度、はい、回ります、はい、OK、
よ、みんな最高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 だよ最高だよということでね、それではね、一回ね、みんなもね、結構いいカロリー消費してるんじゃないかなということでね、ちょっとね、お水休憩を取りたいと思いますんでね、お水休憩取りましょうということでね、はい、これでね、ちょっと休憩しながら身の上話でもしとこうかなということでね、まあこう、EDC がレッスンできなくなって2ヶ月本当にね、こうみんなと会えなくて寂しい中、こうやってね、こういう機会がね、あってなんか嬉しいなということで、一刻も早くね、みんなと会いたいなって思っております。コロナのせいで体重も増え、重くなり、心も重くなり、でも今日はそんな気分を晴らすためにみんなとこうやって自分のなんかハッピーな姿を見せたいなと思ってこの配信を決意しましたということで、はい、みんなでね、どんどんね、楽しくやっていきたいということでね、休憩できたかなということでね、じゃあね、続き行きたいと思いますんでね、よろしくお願いしますということで、まあ、まずさっきまでのおさらいを1回やりましょう。1回ゆっくりカウントでいきますと、1、2、3、4、5、5、6、しっかり使って、はい、1、2、3、4、5、6、はい、次は16ビートかかとと肩使ってサイドに、はいはい、もう一度かかとと肩を使い、はい、曲がります。ここ難しいです。しっかり体の向きを、はい、来ましたということで、次は続きでございます。はい、そうしましたらね、今度はサイドにステップしてたのを今度は同じ足で2回ずつ取っていきます。1、2、3、4、大丈夫ですか、これでいきますよ。1、2、3、4、はい、そうしましたら体が下がってます。なので足をクロス戻す、来たら今度は反対の足でクロス戻す、そうしましたら今度は足を上げながら体をひねってかけ回ります。はい、これちょっと難しいんでね、皆さんね、大変なんですけど、まずゆっくりいきますよ。まず足をサイドに2つ、そしたら寄せて、もう一度同じように2つ、そしたら体が下がってるので上に下がる、そしたら今度反対の足をクロスさせてもう一回下がる、体が下がってるので上がりながら体をひねります。スッ、そのまま足をかけ遠心力で回ってきます。ちょっと早いカウントでいきます。ゆっくり、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、これ結構ねこのスピードでやると大変なんですけどね、皆さんももう一回いきましょう。はい、ゆっくりいきます、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、大丈夫でしょうか。はい、ということでそれではお手でいきたいと思いますのでよろしくお願いします。いきますよ、頑張って、はい、で、で、ゴー、サイド、サイド、エン、エン、エン、もう一度元気よく、はい、せーの、はい、はい、クロース、これでは裏返った、はい、もう一度、はい、今、ファイ、ステイ、ステイ、ゴー、はい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 、エン、エン、はい、はい、もう一度いきます、ファイ、ステイ、ステイ、ゴー、はい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 、クロース、クロース、エン、ノーマル、はい、オッケー、ここまでをつなげたらどうなるかと想像もつきませんよね、皆様、はい、じゃあそんな皆様に想像を使いたいと思います。それではゆっくりいきますよ、始めから、セーフ、はい、ダウン、はい、戻します、はい、もう一回ダウン、はい、戻します、サイド、はい、サイドにいきます、はい、しっかり首止めて意識して、はい、はい、じゃあ次16ビート、はい、ダブダブ、はい、角度、はい、角度、はい、最後に、最後に、最後に、もう一度同じように、はい、
上に入り込んで回ります。これ難しいです。はいはい、そうしたら今度は2回ずつ、はい、2回ずつからクロスクロス、はい、回る。いけちゃう、みんないけちゃうの、本当にいけんの、みんなを信じます。それではじゃあ踊ってみましょう。いくよ。失敗しても失敗してもねじないで、いくよ。ファイスリーファイエンジョイ、もう一回でも最後、エコのシュート、はい、早く、はい、今度同じように、はい、回ります。はい、今度ダブルダブルクロス、はい、回る、はい、いやー、すごいですね。ということでね、ここまでの、まあ、そうね、アドバイス、初めのダーティったら常にこう全身を使ってリズムを取る、首でリズムを取る、胸でリズムを取る、で肘でリズムを取る、これがもう初めの前止めと前止め、はい。そして今度16ビート、しっかりかかとだけじゃなく全身で、肩もそうだし、できれば胸もで首もというところが増えれば増えるほど全身のリズムが見えるようになるので、しっかりかかとを踏む、肩するようにもできたら胸もできれば、まあ、勝手に揺れるんですけど、あと俺の場合は、まあ、腹、ああということでね、あんまり面白くないことを言うとこういうことになるんですよ。ということで、あのまあこんなあのハプニングもありますけどもね、はい、多分あの見てる方はね、今みんな大爆笑してるかなということで、俺の腹のせいかな、このちょっとすごいこんなハプニングがあったと思わなかったんですけど、はい、ということでね、じゃあね、音でもう一度ね、初めからみんな覚えてる、大丈夫、じゃあ行くよ行くよ、大丈夫かな、時間どうか、大丈夫からね、はい、じゃあゆっくり、ファイファイシューファイファイシューファイ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 、はい、最後にエモーション、はい、回ります。はい、この2つクロス、はい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 、OK。 いやー、すごい、すごい、久しぶりにね、こういう広い場所で踊ったんですけど、汗が半端じゃない、もう、すごい。ということでね、まあ、みんなも多分ね、床とかで汗まみれになってると思うんですよね。一回ね、お水を取ろうかなと。やっぱりこまめな水分補給ね、大事だなということで。それではね、じゃあもう一つこうなんか小話をと思ったんですけども、時間の方があまりないのでね、じゃあみんなも踊りたいと思いますので、小話はまたね、会った時にでもしてね。今度はね、ダウンで、今までは足を落としてダウンしてたんですけども、今度は足を上げてダウンというね、動きをやっていきたいんですけども、まあ、簡単に言うと、ダウンした時に膝をアップ、でアップした時に膝を伸ばします。はい、ダウン、アップ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 。この時にもちろん首も、胸もつけていただければいいなということでね。それではいきます。せーの、はい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 。で、さらに体を左右に触れるとよりいいですね。で、さらにさっき習ったこの肘を使えると、はい、いいですね。これをやりながら今度は前に4歩いきます。前に、はい、そしたら同じ足で2歩取ります。はい、そしたら今度後ろ、はい、2回取りましたね。ということで、このダウンをちょっとやっていきましょう。それではよろしくお願いします。エイコース、エイマイ、はい、ダウン、後ろ、しっかり体、はい、傾ける、で、首と胸をしっかり、はい、OK、 バ
チリだよ。汗で前が見えないよ。もともと視力がないから見えないんですけど、ということで、でもみんな見えてます。はい、ということでね、じゃあこれをつなげましょう。一番最初からいきます。セーブ、えい。2回戻す、2回戻す、サイド2回戻す、はい、2回、はい、首胸しっかり、はい、16ビート、肩と膝、はい、サイド、はい、はい、また同じように肩とかかとで、はい、体の向きをしっかり変えて、はい、2回、2回、クロス、はい、回ったら前に2回、後ろ2回、ということでね、ここまでがこれもなっておりますのでね、皆さんね、しっかりここまでを今日は覚えて、この30分をね、楽しく過ごしていきましょうということで、じゃあそろそろね、時間の方もやばいかな、もうあと30分ぐらい来てるところだけどな、お手でいきましょうかね。じゃあお手でいきますんで、みんなよろしく、元気よく、大きく、はい、せーの、はい、はい、次はここに、はい、腕の肩、はい、後ろ首と肩と肩、最後、はい、もう一緒、はい、体の向き変える、はい、ダブル、クロス、はい、まあ、さっきからダウン、ダウン、はい、2回、しっかり体傾ける、はい、いいですね。もう一回いっちゃおうかな、もう一回いっちゃおうかな、はい、ということでね、じゃあもう一回いっちゃいます。はい、じゃあ確実にとって、ね、いきます。はい、4、2、3、ドン。しっかりリズム聞いて、リズムがなくなったと思った、はい、サイド、もう一丁、エンマス、マッチ、ダウン、クロス、はい、ダウン、はい、いいじゃないですか、いいじゃないですか。ここまでしっかり覚えましたでしょうか。ということでね、じゃあね、縁も立て直ということで、あと1回かな、じゃあラスト1回やって、みんなででかく1回なんでね、大きくやってくれたらね、俺嬉しい。ということでね、自分が今日30分の間で一番大きく踊ってくださいということで、それではお願いします。はいはいはい、はい、大きく大きく大きく、いきますよ、しっかりリズム立て、ファイ、セイ、大きく、はい、サイド、はい、16ビート、サイドに、はい、もちろん、はい、サイド、待って、はい、ダウン、はい、クロス、回る、ダウン、あー、ということでね、こうやってね、30分間ね、配信をやってきたわけですけどもね、ね、はい、ちょっとね、お水をね、はい、それでね、まあ、今日30分でやったこの動き、この動画をね、みんなね、できる人はね、インスタグラムにね、アップしていただいたらね、でね、いいと思いますんでね、ぜひこの下の URL 見えますか、下の URL に、ね、送ってくれてたら、送ってくれればいいと思います。で、分かんなかった人、分かんなかった人よ、ではね、ETC のアカウントにね、動画 DM で送ってください。そうしましたらね、分かるようになりますんでね、ということでね、そしたらね、よかったらね、そしてね、ETC の YouTube チャンネル、そしてインスタフォローをね、みんなできたら、いろいろ先生のね、動画とかもありますんでね、ぜひ見て勉強してくださいということでね、はい。で、インスタグラムでもレッスンの配信や告知などね、通知してるらしいので、チェックして、俺もチェックしますんでね、お願いしますということでね、はい、ということで今日はね、30分間ね、みんなと楽しく、まあ画面では見えないけど、そのね、みんなの熱量、そして俺の熱量が少しでもこう
伝わったかな。ないかな。多分ね、1回ハプニング起こったんですけどね、そのハプニングで、まあ、大体伝わったかなと思いますんでね、この汗と見て、この汗。そう、ということはね、サウナかっていうぐらいのね、汗なんですけどね。まあ、またみんなとこうやってね、次はね、生で会えたらいいなと思っておりますので、本当に今日はありがとうございました。来世で会おう。またね。